皆様こんにちは、韓中国です。ニューヨーク州知事アンドリュー・マーク・クオモ氏が、高齢者施設の新型コロナウイルスによる死亡データを隠蔽していたとして、現在アメリカ連邦調査局が調査をしています。また、ニューヨーク州民主党議員は、新型コロナウイルス流行期間中の同志の緊急権限を取り上げるよう動いています。CNN の報道によると、 高齢者施設の新型コロナウイルスの死亡者数を隠蔽した州分が明るみに出た後、ニューヨーク州のクオモ知事は、彼を批判した民主党員に政治的な報復をすると脅し、隠蔽工作に協力しなかった民主党衆議院に壊滅させると脅したといいます。ニューヨーク州議会の民主党ロン・キム下院議員は、インタビューで11日にクオモ氏から脅しの電話を受けて、 トラウマになったと話しました電話でクオモ氏のために声明を出して弁明しなければ自身の政治家としてのキャリアを破滅させると脅されたと言いますクオモ氏の行為は超党派から非難されましたニューヨークタイムズ紙によるとクオモ氏は立法機関に新型コロナウイルスの死亡者数に関する重要なデータを意図的に隠蔽したことを認めました ニューヨーヨク州14人の民主党上院議員は12日の共同声明で新型コロナウイルスに関するクオモ氏の新型コロナウイルス流行期間中の一方的な緊急権限を廃止するよう求めました来週にニューヨーク州上院で採決される可能性が高いですまた FBI ニューヨーク州ブルックリン検察官がすでに同事件の調査を進めていると報じられました ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。